こんにちは、中本まなみです。今回は今年冬のアウター紹介ということで、今回はですね、秋冬のために購入したアウターとかパーカーとか羽織物を紹介していこうと思います。すべて今季のものなので、もし気になったか商品があれば、ぜひブランドのサイトを見てもらいたいです。それでは早速紹介していきましょう。それではもう早速、実はですね、こちらアウターがもうあるんですけど、ちょっとこっちはアウターではない今季のものがあるんですけど、もし合うものがあれば着ていこうかなって思ってます。ということで、もう早速こっからここまでがアウターです。かなりのアウターの量があります。で、今年はなんかね、全体的に展示会とか見ててもジャケットが多かったかなって思って、こういうデザインのものも多かったかな。こういう、ここになんていうラインが入ってるものも多かったかなと思います。まず1つ目、じゃん、アウターですね。ベストアウターなんですけど、黒もね、今年みんなこれ着てる気する。てかみんなこれ展示会で絶対頼むだろうなって思ったぐらい、マネキンが着てて可愛かったです。で、これの色違いもあります。ブラウンとライトブラウンみたいな感じで、結構配色が可愛い。そっちは秋って感じのやつですね。私は結構冬っぽい黒のやつにしたんですけど、これ超可愛いと思って購入しました。モコモコができてて可愛いっしょ。もうタートルとかに合わせても可愛いし、今年の冬こういうベスト系流行ってんのかなと思って、ベスト系マジで多かったなと思います。他のブランドでも多かった気がしますね。で、続いてこちら、こちらもベストです。ここにワンポイントついてるのがちょっとポイントかなと思います。可愛い。こっちはさっきの色味と違って白のアウターになってます。白のベストモコモコアウターって感じかな。真冬だとちょっと寒いかもしれないけど、これ本当に秋、今の時期から結構寒くなる、ダウンいらないぐらいまでは本当にちょうどいいかなって思います。このモコモコ具合かわいいっしょ続いてちょっとパーカー系いこうかなと思ってます。ジップ付き、まあニットに近いかな。ちっちゃかわいいニットなんですけど、チャックになってて、ちょっとしたカーディガンにも羽織れる。そしてね、マジで今年の冬、このさ、上までチャック上がるやつ、これマジトレンドだと思う。この首、こういうやつちょっと着てみようか。ちょっと今なんかゴワゴワの着てるからあれなんだけど、こういう感じで締めれるようになってて、まだ私はこうやって着たい。中レイヤーしても絶対可愛いし、開けてきても可愛いと思う。ちょっとした羽織とかに合わせても可愛いかなって思います。私正直本当にあんまり服興味なくて、なんか今までも服興味ないけど、やっぱこういう仕事してるからいろんな洋服着ないととか、毎日ほんといろんな、なんかなんて言うんだろう、買ったのに着ないとかめっちゃ昔多かった。買ったけどやっぱなんか着こなしがむずくて着ないとか、正直本当に多かったんですよ。やっぱ毎回気に入ったやつを毎日着ちゃう癖あって、でもさ、よくないじゃんそれもね。だから私ほんと買う時にトータル買いっていうんですか、マネキンが着てるのをトータルで買ったりするぐらい、本当にコーデが昔は下手くそで、今も別にめちゃくちゃ得意上手ってわけではないんですけど、こういう流行りのものをなんかアイテムとしてチョイスしたり、こう流行りに敏感になるっていうのを最近は少し心がけてます。はい、続いてこちら。これマジさ、これいっちゃん着すぎて、ちょっとなんかもう洗いすぎてクタクタになってるレベルなんですけど、夏終わりぐらいから一番着てて、東京大阪間の移動とかも多かったりとかして、一番着るのでいうとやっぱこういうラフなのが多くて、しかもラフだしデザインあって可愛いし、お後ろとかもがっつりこうデザインに入ってるし、やっぱラフでなんか可愛いみたいなものはやっぱ一番着ますね。 SNS に正直あんま載っけないんですけど、こういうのはプライベートで一番着てるみたいな感じかもしれないです。これメンズの方が着るブランドなので、まあ女の子が着ても全然可愛いよみたいなブランドです。なのでこうやってちょっと大きめで着て可愛いなと思います。で、続いてこれもアウターなんですけど、これセットアップで購入しました。ズボンも入ってるやつですね。届いてからまだ着てないんですけど、生地感がベロアじゃないけど革でもないんだけど、なんて言ったらいいんだろうね。生地感がすごく好きで、これ結構一目惚れして速攻買ったかもしれん。でね、いいのがね、ちょっと丈短くなってるの。なんかさっき言ったちょっとオフだけど、移動の時とかにこう着る用ですね。でこれ可愛いのが、ここグレーじゃん。グレーなのに下が黒になってるから、意外にねセットアップとして、私ね正直マジセットアップ好きセットアップってもうこうで考えなくていいじゃん、正直ね。セットアップってちょっと上級者イメージあるけど、意外とです。本当もう私なんてセットアップ好きすぎて、セットアップばっかだからね、家。続いても可愛い、これね最近一番着てる。これの何が可愛いって、この刺繍みたいなのが可愛くて、こうやって入ってるんですよ。これがすごく可愛くて、これさっき言ったメンズのブランドなんですけど、女の子も着れるよみたいな感じで、私はちょっと大きめに買うのが好きで、ちょっと中にも着込みたいし、だるっとした洋服大好きなので、めっちゃ可愛い。黒と迷ったんですけど、黒のものどうしても多くなっちゃいがち、みんなもあるあるだと思うんですけど、結局シンプルな方がとか、結局使いやすいからとかって黒選んじゃうと思うんですけど、これはもう茶色でもいろいろ合うなっていう印象です。着回しができやすい。意外と何にでも合うっていうとあれなんだけど、ちょっと茶色って言っても濃い茶色なのかな。すごくねデザイン的にもシンプルで、なのにこう存在感があって可愛いから、意外と合わせやすかったです。ちなみにアウター、この調子でいくとまだ半分以上あります。ちょっと待って、ハイペースでいこう。はい、これも可愛い可愛い。このシリーズもう一個ジャケットバージョンがあって、この襟がしっかりついてる、ほんとジャケットっぽいやつの分もあって、私はちょっとカジュアルに着れそうなものの方にしました。ここがニットっぽくなってる、腕と首がねニットっぽくなってる感じのかわいい。これも確かスカートのセットアップとかもあった気がする。ただ私は今回に関してはやっぱスカートかなり持ってるんで、こういうシンプルな黒のスカートにも合うかなと思ってスカートは購入しませんでした。私なんかね、がっつり派手とかも超好きなんだけど、こういうちょっと落ち着いた色味とかお姉さんみたいなやつは今年チャレンジしようと購入してみました。はい、続いてこれもねちょっとごついんでまだ着てないんですけど、これ着るの超楽しみ。ちょっと最初にも見せたと思うんですけど、こういう感じで、ここはニットっぽくなってるやつですね。こういう感じです。これさマジ中にパーカー、フード付きのパーカーとか着たらマジ超可愛いと思うんだけど、中があったかそう。あ、もうこれ冬最高。もう結構寒い日でもこれ一つでいけそう、パーカーとこれだけでっていうぐらい結構ずっしりじゃないね、厚みがあるって言いたいです。外のこの素材感も超好きですし、ガチ可愛い。はい、続いてこれもまだちょっとごついので着てないんですけど、これから着ようと思ってるアウターです。これごつい中でもちょっと遊び心ある系ですね。昔のマナマナだったらおしゃれすぎて手出せない系アイテムです。こういうのって意外とシンプル is the best っていう感じで、このシンプルな上にこのアウター合うと思って買いました。かわいい。本当にじゃじゃん、このマークが可愛い。これは女の子が着る用のブランドではあるんですけど、ちょっと大きめな感じになってます。サイズ大きくしたんだっけな、これ。あ、でもこれ M サイズだ。ちょっとねそもそもがゆったりしてる系だわ。てかこのさ、ここも可愛い。ちょっと重厚感ある感じ、可愛い。いいね。で続いて、これはもう本当にそろそろ着れるかなって思ってるやつです。なんかね、11月、だって発音違うんだよね、私の地元。11月が普通？え、待って、どっち？ 11 月 ?11 月。今井さん何ですか？11月。11月が、私からしたらすごい違和感なんですけど、あったかかったんですよ。なんでまだこれもちょっとタグつきっぱなんですけど、まだ着れてない、正直早く着たいんですけど、これね見てめっちゃ可愛いのが、私これめっちゃ一目惚れしたのがね、これ襟ついてるのがこれまずバラバラなの、襟上のジャケットなんかこんな感じになってんのだから、全部重ねれば最初のスタイルになる。ちょっとこれ着るの大変だから私のインスタチェックしてくださいかわいい、早く着たい、もうちょっと寒くなってほしいと思うぐらいのアイテムです。デートに良さそうな感じですかわいい。で続いてジャケットいきたいと思います。続いて2つ目のジャケット、これねちょっとカジュアルな雰囲気ありつつでもきれいめだよみたいなね感じです。これめっちゃ可愛いと思って、どのブランドもジャケットがいっぱいあって、よいしょ、はい、すごくない？可愛いんです。なんかシンプルなのに存在感というか、シンプルな中でもこうちょっとこう遊び心ある感じのジャケットって感じかな。ジャケットってこうカチッとしすぎて挑戦できない子多いと思うし、若い子だと特にどういう場所で着ていいのか分かんないと思うんだけど、これはラフに崩して着れるジャケットかなと思います。続いてこれは逆にちょっとカチッとしたテイストのジャケットです。これね私セットアップで購入しちゃいました。これやっぱどういうの着ていいのか正直分かんなくて、中にねもう私そういう時はお姉さんに聞いちゃいます。もう店員さんになんならいつも任せてるぐらいのレベルで服買いに行ったらするんですけど、これ合わせたらいいんじゃないっていうことで、これも青も一緒に、これはちょっと夜景の見えるいいディナーとか予定入れなきゃいけないですね。そういう時に着ようかなと思ってます。こういう風な感じでちょっとお姉さんになっちゃうと思います。これはねちょっと衣装でも着たので何回も出てきたと思うんですけど、ちょっと学校感ある感じの、まあさっきの大人っぽさっていうよりかはちょっとカジュアルな感じでスクール風な洋服も今年流行ってるよみたいなね風のジャケットです。これねワッペンがついてることによって一気にスクール感出るんですよ。これね着たらわかる。しかも形もピタッとしてるんじゃなくてちょっとゆったり着れるから、ちょっと肩幅がついて様になっちゃうんですよ。ほらどうですか。これね合わせたいと思ったのが、これ実際に合わせてこの前着たんですけど、こういう感じ。これもちょっとスクール感あるニットだからこういう感じで合わせたいなと思って、ほらかわいい。続いてこれも着るのが楽しみなちょっとおしゃれな感じです。これはなんか顔っぽい雰囲気のやつなんですけど、これね黒ってとこじゃないところが結構好きなポイントかもしんない。あっこれちょっとタグ切らないと飽きれないやつだ。これどんなの合わせようと思って、どういうの着よう、なんかどういうの着たらいいの、これちょっとコメントください。どういうの着たらいいですか。私中にはい、残すもあと3点となりました。このコートガチかわいい。これマジ即決というか、着る前にあもうほぼこれ買うの確定だろうなって思って試着してちょっと羽織ってみたりして購入したんですけど、やっぱさ展示会で見るとなんかあ欲しいってなるものが結構友達と一緒だったり、まあ好みが似てるってのもあるかもしれないんですけど、確か友達も買ってたと思います。これね取り外しができるような感じになってるのかな。で腕こんな感じになってるの、腕が開いてるって言ったらいいのかな。このスタイルに着れるのはめっちゃ可愛いと思って、モコモコがちょっと浮遊感出てるかなやっぱ。でもこれほんと可愛い、本当に可愛い。これ確かカラー違いもあったような気がするな。続いてこちらダウンっぽい感じかな。これさ可愛いのがねこうチャックとかついて遊び心もあるの可愛いんだけど、丈感は結構長くてですね、これほんと足まであるのありがたいわ。マジ冬とか寒いじゃん、これアウターに羽織っても超いいかもね。仕事行く時とか超いいかも。こういうの私1個絶対買っちゃうな毎年。可愛いです。はい、次がラストになります。かわいい顔っぽい感じにこうモコモコってなってるね。これもつい最近届いたばっかりなんですけど、めっちゃ可愛い。え、これめっちゃ可愛い。大好きこれ。ここの中が飛び出てるんじゃ、あ、中が飛び出てるんじゃなくて、こう外の覆いの方がこう多く来てるっていうか、なんて言ったらいいんだ。なんて言うんだこういうことは。なんて言ったらいい、こういうの。難しい。この腕の部分が袖が見えるんじゃなくて、この皮で皮っぽい感じのこの何テカテカのやつが来てるんです。暴力ない、ごめんなさい。はい、こんな感じ。かわいい。でもマジかわいい。はい、ということで意外とかなり量が多かったんでちょっと時間かかったんですけど、まあこんなにねアウターいっぱい私は今年買ってしまったんですけど、もしみんなも気に入ったのがあれば覗いてみてください。という感じでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではバイバーイ。ありがとうございます。